しいです。あ、来ましたね。おー、危ない危ない。あ、近鉄の車両が上通ってますね。オレンジ色の。おー、来ました、来ました。でかいな、やっぱ3700m ぐらいあるんですね、あれ。富士山で376が最高地点。あー、気象台からとか。それって僕らも行けるんですか？僕らのことはそこまで行かないでしょ。うまそうやな、ね、これそばとで炊き込みご飯と鶏の唐揚げ、魚のフライ、ウインナーソーセージ。ここからがちょっと本格的な入り口みたいなのあるんですかね。ちょっと持ってあった。すごい人多いですね、人数。何人いるんやろこれ。そんなにいます。かなりきつくなってきました、道が。アプライドの方だけある。中西さん発見、カモシカ。ピーピー、こんにちは、ハロー。いわゆるスノーシェルター6合目でございますが、6合目仮設トイレ200円ということですね。入り口にお金を入れる。面白いな、これ。これが仮設トイレか。おー、すごい赤いっすね。お、みんな登ってる、登ってる。別道もあります。こら、雪降った地獄でしょうね、ここ。かなり傾斜きつい坂道です。時刻6時48分です。3回目の休憩を終えて今再出発いたしましたが、上の方に見えますのが山小屋の明かりです。そして今前の方の人のリュックが白く映っておりますが、これはヘッドライトですね。 LED ヘッドライト皆さんつけてあります。で、下の方を見ますとちょっと列みたいになってますが、それが他の登山者ですね。で、向こうの方には明かり見えるでしょうか。街の明かりです。日の出か到着です。あ、ここで夜勤してもらえるんですね。できます、山小屋で。どこででも。本当？トイレ、トイレやばい。トイレ、トイレあるんですね。トイレおいくらですか？いくらですか？何ですか？トイレいくら？あ、200円です。ありがとうございます。 2850m で 18.5 度なんですけど、体温引いたら15度ぐらいと思いますわ、多分。 3045m 11.5 度ぐらいございます。8号目白雲荘やってまいりました。奥に進む際は必ず一緒に来たお友達とかご家族、まあ要するにお連れ様ですね、お連れ様とぴったりくっついて入ってきてください。もしバラバラに入ってきた際は後ほども順番変更一切できません。一緒に入ってきていただければね、お連れさんと隣同士でお休みいただくことができます。白雲荘行きました。こういう場所なんですね。はい、よいしょ。ちょっと弁当を入れてください。
はい、どうぞ。明日の朝食の弁当。ありがとうございます。明日のちょっと弁当いいですかね。ちょっといいですか。いやいやいや、ここから。こういうところです。こういうところです。はい、お釣りなかった。こちらに置いてありますからね。何入ってるんですか。弁当。美味しそう。お、すげえすげえ。この塩の鮭がまた美味しい。肉団子ですかし。あ、ご一緒ですね。はい。はい、じゃあこちら下の段に行きます。はい、ここの柄物と赤い枕、この2つを使ってください。お願いします。全員男性ですか。そうです。はい。じゃあね、はしごを使ってまず上に上がってください。お願いいたします。はい、そのままそのままもうすぐに上がってください。後ろの人を待たせてますからね。お客さん何名様ですか。じゃあそのまま上がりましょうか。こっち3人ですよね。はい、こっち3人ですよね。とりあえずまず全員上がってください。上がったら説明します。どうしよう、そっち行こうかな。あえてあ、なるほど。持ってます。いやいや、すごいね。すごいな。どこですか。あ、ごめんなさい、僕走っていいですか。いいですよ、うちの。じゃあね、3名様、1、2、3、ここまで詰めてください。はい、上がりましょう。どん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 。はい、ご自分の受けた指示を聞いてください。他の人の指示は聞かなくていいです。収納場所がないんで、こうやって二段ベッドの二段目のですね、天井の出っ張りにこう寄ってリュックを下げるという、これ中西さんのアイデアです。動かしたらこんな風にずっとなってますね。二段ベッドの下でご飯を食べてあります。こういう部屋ですね。それじゃあ寝ましょうか。明日の登壇頑張りましょう。ジョビビビ。3時11分です。ちょっと見えないと思いますが、ドランクの行列ができています。時刻が4時29分、3570m で18度。やっと頂上付近にたどり着くことができました。かなり限界まで来てまして、頭がじんじん痛く、ちょっと吐き気がします。完全に高山病の症状だと思われますが、今から東京屋というお店に行くみたいなんですけど、とりあえず僕はトイレがしたいですね。手割れるように。ありがとうございます。はい、味噌汁ね。はい、味噌汁ね。うわ、やばいっすね。疲れましたね。これやばいっすわ。ほんまちょっと僕死にそうになりました。正直にそんな疲れると思わなかった。電気ついてるんで消してください。眩しいです。はいはい、申し訳ないです。5時7分ご来光、皆さん見て入りますね。トイレを済ましてですね、僕も今から見に行くところなんですけど、かなり寒いです。トイレのおかげでですね、ずいぶん待ちになりました。トイレはですね、ちなみにこんなんです。これちょっと高いですね。300円いたしました。これですか。綺麗ですね。あ、降りるぞ降りるぞ。もうもうこれでちょっとこの富士山の苦しみからは逃れられるはずです。朝日は綺麗やけど、これビデオで撮れてるかな。煙がひどいので顔にタオルを巻いております。まあ幾分かスピードが速いですね。ただ煙がひどすぎて靴の中なんかにいっぱい砂が入ったりしてます。今日結構急な坂登りますね。ええなぁ、キャタピラええなぁ。
すごいっす。よかった、これ最終だったからさ。あ、下だ。近寄ってふわっと肺がを下がるところとか、あのね、画面が全く見えないんですよ、これ。うわ、くせうわ、富士山の馬のうんこです。